筑紫車両基地で行われた西鉄電車祭りの様子。写真中央には当時5000系電車に塗装されていたペコちゃん塗装および三井グリーンランド塗装の車両が映っている。また左側に映っている8000系電車の方向幕の行き先が福岡時代の表記となっている筑紫車両基地は福岡県筑紫の市下見にある西日本鉄道の車両基地である。 工場を併設しており、天神大無田線車両の最重要拠点である。西鉄天神大無田線畜子駅の南東約1キロメートル、本線の東隣に位置している。工場施設及び検車施設を含め、約9万3千平方メートルの面積を持つ、西鉄最大の車両基地である。出入湖線は、福岡川のみに設けられている。線路のすぐ隣に留置線が設けられており、 208両の車両収容能力を持つ。留置線を挟んで向かい側に、検車施設、さらにその奥に、工場施設がある。採用部にある工場では、天神大無田線で使用されるすべての車両の全般検査や、用部検査などの各種検査及び改造工事、補修工事、事故車修理工事、廃車車両の解体などが実施される。ごく稀に、 西鉄以外の九州の小規模施鉄で使用する車両の改造工事が実施されることがある。なお西鉄では一部を除き駅構内での車両の増結・開放作業を行っておらず、ラッシュ時間帯と日中時間帯の境目の時間帯においては、大半が一旦車両を入庫させ、基地構内で増結・開放作業を行っている。新車販入時は以前は、 国鉄鹿児島本線大牟田駅まで、公主輸送された車両を同駅構内で並行する、西鉄天神大牟田線に移し替えるという手順が、取られていたが、6050系6157、編成以降の新車は、文字工で陸揚げされた車両を陸送で、蓄死車両基地へ直接搬入し、組み立てられるという手順となっている。毎年の鉄道の日付近に開かれる、西鉄、電車祭りでは、 一般公開が行われ、作業工程が公開され、毎年大勢の人々で賑わう。西鉄天神大牟田線の前身にあたる九州鉄道が開通した際には、2日、市駅の北側に工場と車両基地が設けられた。しかし輸送力増強などにより、手狭になり、拡張が困難であったことから、1987年までに全機能が現在地へ移転された。 急工場と車両基地の跡地は駐車場などになっている。ありがとうございます。